時間生物学とは、生物に内在する、生物時計を研究する学問分野である。太陽や月が作り出す1日、1年、潮汐などに適応するサーカリズムを、主な研究対象にする。睡眠周期や、発生において、数十分数時間のリズムを刻む分節時計などの、ウルトラディアンリズムも、時間生物学に含まれる。心拍や神経パルスような生命活動にも、 周期性が認められ、また寿命も生物の持つ時計の一つであるが、これらは時間生物学ではほとんど扱われない。生物の持つリズムを短いものから上げる。数十分から数時間の周期性を持つ生物の行動、生理現象である。睡眠周期や分節時計が知られている。睡眠周期とは人間の睡眠において観察される、レム睡眠。 ノンレム睡眠の繰り返し周期を指す。約90分とされるが、個人差があり、同一人物でも日によって差がある。分節時計とは、脊椎動物の発生において背骨など前後軸に、沿った体節構造を作り出す際に見られる周期的な遺伝子発現を指す。周期長は種によって異なる。ゼブラフィッシュでは、約30分。鶏では、約90分。 マウスでは約2時間、人では約8時間と報告されている。マウスでは遺伝子操作により、分節時計遺伝子、ヘス7をなくしたり、安定性を変化させて、周期の長さを変えると正常な大切形成ができなくなることが示されている。細胞分裂やノッチによる、シグナル伝達を伴うなどサーカリズムとは大きく、異なるが、負の転写因子ヘス7による、 転写フィードバックループという共通性もある。外潮石リズムとは、海の約12.4時間の看板周期に同調するために生物が持つリズムである。海生生物、特に長官隊、浅い海の生物には長石による海面の変化は大きな環境変化であり、約半日ごとの干潮、満潮に合わせた行動が多く知られている。マングローブに住む昆虫は、 工場条件でも12.4時間の外長席リズムを維持できることが報告されている。なお、約1ヶ月ごとの大潮、腰をの周期は月の作望に依存するのでセルカシシジックリズムと呼ばれ、外月リズムに近い。外実リズムは約24時間周期で変動する生理現象であり、時間生物学研究の中心的な課題である。工場案。 工場民など工場条件で維持される活動、生理的リズムを外実リズムと呼び、自然状態や24時間周期の明暗リズム環境下でのリズムは日周リズムと呼ばれるがしばしば混同される。詳しくは外実リズムの項を参照。外月リズムは約1ヶ月周期で変動する生理現象である。現在のカレンダーの1ヶ月は 生物学的な意味は薄い。生物学的には月の作望に依存するセルカシシジックリズムが外月リズムに近いものである。多くの海洋生物は大潮に合わせて散乱することが知られている。産後の一斉散乱では時計遺伝子であるクリプトクロムによる満月の認識が引き金になることが示されている。人間の月経周期が平均28日であることを 外月リズムの例とする場合があるが、満月の日に排卵するような周期とは異なり、月の作望に支配された現象ではない。また、哺乳類の種類によって生理周期は大きく異なり、マウスでは4日、犬猫は年1から2回の発情期にしか排卵が起こらないので、人間に特有の外月リズムである。概念リズムは約1年のリズムであり、高周生。 季節性リズムに近い概念である。動物の冬眠や繁殖、植物の加賀形成や休眠などが知られている。自発的な外リズムを示すためには、向上条件での観察が必要だが、必ずしも向上条件でない場合でも概念リズムと呼ぶ場合も多い。特に、ひながなど交換境への活動応答は、公衆性と呼ばれる。シマリスでは、 工場条件でも約1年の冬眠が観察されることから単なる季節変化への同調ではなく自律的な概念性を持つことが知られている。人間では冬器鬱病のように病気に季節性があることや食欲の秋に体重が増加するなどの季節性リズムが知られている。公衆性、季節性リズムは外実リズムと密接に関係していることが示されている。 単純には、外実リズムから期待される明暗サイクルと実際の日の出日の入りを比較することで季節を感知すると考えられてきたが、外実リズムを制御する時計遺伝子が季節性リズムにも働くことが示されつつある。ペリオディックリプレッションバイザ BHLH ファクターヘ h ナナイ7アン、エッセンシャルメカニズムフォーザソミテセグメンテーションクロック、s e 別所 エトール、2003ジーンズデーブ、インスタビラティオブヘスナナプロテインイズクルーシャルフォーザ、ソミテセグメンテーションクロックヒラタ、イートル、2004ネーチャージェネティクスハット、セルカタイドルアクティビティリズムインザマングローブクリケット、アプターニモビウスアサヒナイ、佐藤、イートル、2008サンゴショーの狂乱、満月の夜にサンゴが、一斉に散乱する謎が解明、セルクニュル、コントロールオブハイバーネーション、 p y HP コンプレックスインザブレーン、コンドイートル2006遺伝子の変異が体内時計及び季節変化に関係するアーカイブド2007年7月1日アットザウェイバックマシンありがとうございます